お、帰れ帰れ帰れ。あー、じゃあさっさと帰りますよ。あの、ここにいる月光町なんですけど、あの、弓とか防寒とか強化した時に改めて倒しに来ます。はい、じゃあお待たせいたしました。この先進んでいきましょうや。重手術の日は強化しとかないといけないんだよな。プラ中にしとかないと、あの、師匠と会えないから、ちょくちょく強化していきます。ちょっとあれなんだよね、ソラールさんとは敵対しよっかなと思うんだよね。敵対しよう。まず敵対して、で、ぶっ倒して、装備ゲットして、って感じで、1周目は行って、2周目は、生存させてからの、グウィンと共闘。これで行きましょう。よし、行くぜ。いや、ちょっと待てよ。これあれだな。このクソジジイから、アイテム変えるようにするわ。こいつあれ、つかみ攻撃してこないパターン。お、来た。オッケーオッケー、植え付けられたね。じゃあこれで、寄生虫が成長するのを待っていきましょう。 YouTuber っぽいな。ヒューマノイド。お、来た。イエーイ、キモキモすぎる。 OK。ウェイ、主、我らと同じになったのだな。お主のせいはよくわかっただが、あれだ、さすがに頭はきつかろう。おいおいおい、頭きついだろう、それおい。よろしければこれを使うといい。よもやわしには必要のないものだからな、卵下しゲッチ。おお、主か、何か利用なのか。なんでアイテムを売ってくれ、マッソは。高えよ、高えよ、高すぎるよ。あー、買っときたいな。でもまで、いや、またこんなにしよう。そういえばお主、呪術に興味はないか。あー、おい、興味ないか。もし興味があるならわしの日を分けてやろう。あー、じゃあお願いします。はい、ありがとう。まあ確かにね。あー、そう、よし。あ、ちなみにこの状態だと、あの、ソウル獲得量が半分になるらしいっすね。だからまあ早めに卵下しで取っておいた方がいいよっていうのと、あとなんかこの状態で10万ソウル集めればなんか起こるらしい。だから、この状態で10万ソウル集めていきましょう。はい、お久しぶり、デーモン遺跡で、ここあれなんだよね、ゴズのデーモンさんがいるから、ちょっとそこだけ気をつけないといけないよっていう。ゴズのデーモンとヤギ頭か、いるから気をつけないといけないよっていうとこね。で、あそこら辺にアイテムとかいっぱいあるんですけど、あの、黒焦げダイダイを入手してからね、一気に回収しに来ようと思うんで、今はスルーでお願いします。起きた、ちょっと憎きあいつ、憎きあいつやるか。強くなった俺の力、強くなった俺の力つが、別こいつに苦戦は一回もしてないんだけど。おいおい、あった、リカールスペシャルクライナー。ははは、強だってこいつ倒して400ソ、え、確定じゃないよね、確定これ。デーモンの大なた、え、普通に嬉しいんですけど。で、今からまあ聖者になったのは見苦しいっていう理由だけじゃないんですよ。今からね、ちょっとしたクソ野郎がいるんで、そいつを、やりましょうっていう話ね。あ、来たね。
ほら、戻れなくなってるね。カークさん、こんにちは。えっと、トゲのカークよ、久しぶりだね。あ、なんで動かない。動かないなら仕留めさせ。え、なにこれ、なにこれ。ええ、なんだ。こんな状態で勝っても俺嬉しくねえぞ。だからこうやってね、しっかりと勝つんだよ。おとといキラー、もう来んなってことね。はい、ありがとうございます。なんだったんだろうね。もしかして俺、時を止めるスタンドみたいなの使った、来い、ザ・ワールドとか言ってた。キラヨシカゲだった俺、もしかして。キラヨシカゲは違うんだよな。キラークイーンだっけ。これ上別なんもないんで下降ります。で、アイテム回収して、あいつね、あいつをぶっ倒してガガリビを起動したいんで、こいつの根元に移動して、あとはもうブスブス刺すだけっす。リカスペであと刺すだけ。何も考える必要はない。だって食らわないんだもん、ここ何もね。最後は決めちゃいましょうよ。はぁ、リカスペ弱。はい、オッケー。で、かがり火を起動していくと、はい、10万ソウルってさ、累計かな、それとも一度に貯めないといけないのかな。ちょっとググりまーす。さ、今この卵頭のさ、効果みたいなググったんだけど、半減されるのって獲得ソウルだけじゃなくて回復もらし。え、これもうやめていい俺。じゃあ、まあ、ちゃちゃっといきますか。あいつは出血で倒したいんで、居合刀かな。この先にいるやつは居合刀でぶった切っていきます。よろしくお願いします。あぶねえ。もうさっさっと倒していくからね、さっさっとは。で、これはもう右に抜けましょう。あ、いった、落とされ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 た、やばい、危ねえ、危ねえ、はい、危ない。さよなら。決勝で、オッケー、俺様のお通りだ。ウェイ、危ねえ。さて、こいつは一緒ですね、はぐれデーモンと。とにかく、うわ、強っ、いや、人強すぎ。おーい、リベンジ。鏡に映る姿、それは本当の僕なのかい。仮面をかぶった時計、その姿を見せろよ。あと一発で出血、 OK。 これ離れて、で、ぶっ刺して、2発入れようか。で、あと一発で出血するね、なら入れよう。危ねえ、あ、やべ、ふう、危ねえ。ほら、その木どうする。その木は越えれないでしょ、ほら。魔法があんま、あ、ちょっと待って、ソウル回収。こいつはうまいぞ、10万ソウルに大きく近づくんじゃない。はい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 、やばいね、これは。よいしょー、ほいほい、うわあ、危ねえ。ここはね、右回りの変態で、右回りの変態で輸血液の獲得量、輸血液の所持数アップさせていきたいと思います。はいはい、
お前それしかやってこないな。もう血が出て死んじゃうよ。いいのかな。いやい干渉。はい、デーモンの杖。デーモンの杖って何？どんなメリットがあるの？炎属性の攻撃力また武器として使える。へえ、すごいね君。オッケー、もうサクサク行こう。サクサクね。一発で、はい、一発でおしまい。一発ファイト一発。はい、上からズドン、上からズドン。はい、勇敢な英雄者。はい、クラーグの隅か。ここに繋がりますね。猛毒の切り、正直いいな。買おう。今なんかクラナの話してた。クラナだ。いやー、もうお前さ、本気で、まあ本気でこいつのこと考えてんだな。お前ぶっ殺すつもりだったけど、なんか申し訳なくなってきたわ。まあぶっ殺すけど、じゃあ下行きましょうか。じゃあさっきのところで、取り逃したアイテムとか、取り逃したというか、まあスルーしたアイテムだね。スルーしたアイテムとかを回収していきたいと思いますんで、よろしくお願いしますね。邪魔。うわ、邪魔。こっち邪魔だ。こっち邪魔。こっち邪魔。邪魔邪魔邪魔。アップだ、アップだ。あ、こっちから行きゃいい話じゃん。みょん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 とね。オッケー。さてと。ほいだらば、こいつらをね、まずはやっていきましょう。お前はね、お前は、あれだね。一旦こうして。こいつはあの簡単なぶっ倒し方があります。ここまで行くとあいつは下がっていきます。ここから、これ以上来ないんでね。で、こっから、こうやって、あ、違う違う違う。あ、やばい。こっから落下攻撃を決めていくだけです。あ、なんだ?ま、な、ん、ほら、帰れ帰れ。おい、危ねえ。で、こうやって帰っていくんで、こっから落下攻撃を決めていくだけと。ごくごく簡単に倒せますね。何も落としません。まあいいでしょう。それもご愛嬌だね。それも、うん、ご愛嬌だね。つうことで、ここ何もいなかったっけ？何もいなかった？何もいないかわからないから、ソウルの弓で普通にぶっ倒していきます。おお、こっちに来てくれた。デリバリーだ。死のデリバリー。どうも、死のデリバリーでーすって言ってるわ。おれ一撃気持ちいい。で、これなんか、なんかいたら怖いんで、あの端っこ歩いていきます。その橋渡るべからず。はい、勇敢の勇者と。おう、お前ね、あいつをぶっ倒そうか。あいつなんか落とすっけ。おいしょっと、やばい。で、こうやってこう。あんなやつはスルーしていきましょう。スルーが吉。反対側に進んでいきまーす。今からこっち、こっち側ね。で、こっちにもいるんだよ、弱えやつがさ。あいつは落下攻撃でシンプルに仕留めていこうか。よいしょっと、はい、2200。はい、デーモンのオーナー。ドロップいいなー。めちゃくちゃドロップがいいぞ。無駄でーす。で、ここはなんかいろいろ出てくるけど無視していきましょう。ここは真ん中。2体ガーって出てくるから真ん中行けば OK とは。で、はい、開けて。大きな炎の種、ビエー。これ混沌派生の武器が作れるね。おお、ちょっと待って、これやばい。これなんか足の裏がゾワゾワってしたわ。
むちゃくちゃ気持ち悪いし、めっちゃ来たし、あいつ。ちょ、これどうする？いや、する。あーなー、武器壊れちゃった。うわ、これあれか。うわ、かがってもあれだ。かがっても耐久度回復しねえんだ。いやな、ちょっと修理箱。おお、修理箱買ってた。よかった。じゃあとりあえず、手近なソウルを使って修理していきましょう。バーロー、修理していくぜ、バーロー。こんな声だっけ？ちょっと待って、どんな声だっけ？新一、修理していくぜ、バーロー。こんな感じだっけ？これ絶対新一ファンに怒られるな。こうやってさっさと修理していくぜ、バーロー。完璧。行きましょう。行くぞ、バーロー。ちなみに俺、コナンだと、怪盗キッドが好きっすね。はい。なんでかというと、単純にかっこいいから。あと、コナン全然知らん。眠りの小五郎しか知らん。これは、ジャンプして、あそこに渡ります。はい。オッケー。あー、こっち側ってあれだっけ？今行っても意味ないっけ？制約結んでないと意味なかったか。どうやってエスト飲んでんの？これ。なんか、走ってる時の、なりふり構わない感がいいね。俺は行くんだーみたいな。悪くない。で、この下に行きまーす。竹、お前の命を。ということで、ではこの下に行きますか。もうこのスピードで俺はボスを2体倒してしまうのかい？早すぎないかい？さすがにサクサクすぎないかい？これパート40までに終わっちゃうんじゃない、このシリーズ。その説あるぞ。ちなみにこの、ムカデのデーモンか、ムカデのデーモンに関しては、戦闘がすぐ始まるわけじゃないんで、エンチャントはとりあえずまだ必要ないっすね。エンチャントは、まだかけなくても全然間に合うと。さあ、どうなります？いますね、いますね。ぐー、わーお、なんちゅうデザインや、これ。これデザインオブイヤー受賞でしょ。ああ、こいつはまずいぜ、こいつはまずいぜ、ボーイ。ちなみに、なんかコントローラーの不具合なのか、今無音ですね。無音なんですけど、マジ腹立つわ。ムービーの音聞かせ、熱っ、熱すぎる、熱すぎる。あ、音出た、オッケー、びっくりした。ムカデのデーモンが来る前に安全地帯に移動しちゃいます。熱すぎる、熱すぎる。裸でさすがにこれ熱いか。はい、回収して、だいたいこれへんかな。エンチャント始めようか。はい。で、内なる大陸と、あー、これ違う。まあいいや、とりあえずズガドーンしてくるから。うおお、あ、間に合わなかった。あ、痛い、やばいやばい。ちなみにまた無音になってるんだよな。で、あれしてきたら左だな。これグルーンしてくる。グルーズドーン。あれ、今かわせなかった。やばいやばい、ちょっと待って、やばい。助けて、チェンソーマン。うわー、こいつのムーブ全くわからん。どうなる？何？何？どこ？何？何？どこ？どれ？尻尾やるか、先に。おいしょ！おいしょ！ちょっと待って。えぐいダメージが入ってる。あ、出た、ジタバタ。おれー！おいしょ！
黒焦げ代々がゲットされると。 OK、 まあまだつけないですけどね、そこまで必要ないんで。おいしょ、おいしょ、あ、ジタバタだ、これマジ危ない、ジタバタマジ危ない。で、尻尾切っていきたい。 OK、 で、あんたもズガドンと。 OK、 なんとなくね、戯れて。 OK、 これはズドンと入れて、で、最後顔にズドン。 OK、 勝った。音出てないな。はい、ビクトリー、あ、チュールドンなんちゃら。 OK、 サクサクだな、マジで。で、黒焦げ代々つけていきましょうか。はい、黒焦げだ。代々の指輪。溶岩からのダメージを軽減する。魔女の魔力が込められた代々の指輪。溶岩からのダメージを軽減する。生まれながらに溶岩に蝕まれるただれのために姉である魔女たちが送った特別な指輪だが、愚かな彼はそれをすぐに落としてしまい、恐ろしいムカデのデーモンが生まれたのだ。なあ、そういうことでーす。行きましょう。それでは、なんかパート1でさ、考察モード機的なことも、ガンガンしていこうと思うんでよろしくお願いしますみたいなこと言ってたけどさ、アイテムのテキストとか見てもさ、オッケー、そういうことね、みたいなことしか言ってないっていう、謎ね。まあ、楽しいからよくねっていう。楽しけりゃいいでしょ、なんでも。ゲームなんて楽しむためにあるんだからよ。あ、ソラールさん、チェース。なぜだ、なぜだ、なぜこれほどに探しても見つからないんだ。何が、何がよ、なぜだ、なぜだ。ああ、それ以外喋らないんだ。まあ、ここでこいつ粛清してもいいんですけど、まあ、まだ生かしといてやりましょう。